東京モーターショー、カーステイブースから東京マースミーティングをお届けしています。2ステージ目は、はい、池部社長と平井社長と私の3人でお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介お願いします。はい、はい、ですね、父ちゃんは天然パーマという YouTube チャンネルでですね、バンライフという車中泊をメインにした旅をして、家族旅をしている YouTube 動画を作ってます。池さんです。よろしくよろしく。ここはなんか仕事つながりだったんですけど、 YouTuber つながりになりつつありますね。そうですね、はい、私、本庄興産社長の平井です。YouTube 本庄チャンネルっていうのをこの夏ぐらいから始めて、まだまだビギナーの YouTuber で、あとちょっと池さんに YouTube の先輩としてですね、いろんなちょっとこう YouTube のこうコツみたいなのを教えてもらったと思うんですけど、本庄っていう会社はこういう洗車の道具を作っている会社です。ウォッシュマンっていう湿布系を使ったこの道具を作ってですね、まあ今日のテーマの東京マースミーティング、まあ、モビリティアズアサービスというところで言うと、まあ、洗車なんですけど、はい、なんかいろんなとこに行っていろんなとこで遊んだりとか、カー、ただ、さっき宮下社長のカーステイさんで、まあ、いろんなとこドライブ行くじゃないですか。海や山とかにドライブ出かけたら当然車は海は潮風弱い、山行くとこなんです。虫がくっついたり、木の樹液がくっついてきたり、黄砂がってきたりとか、いろいろ車が汚れるわけですよ。ということは、そういう汚れた車をささっと洗うというと、はい、まあ、マースの端っこぐらいにはですね、これ洗車の人がかなり端っこの方ですよね。端っこなんですけどね、こうニッチなところで頑張ろうかなと思ってなるほど、はい、やってまして、でもこのニッチなんですけど、はい、これじゃないんですけど、これの追加の道具をですね、なんとそのトヨタ自動車さん、安全自動車さん、はい、大きなビッグ企業さん、はい、ツネーム、そこと、その2社と一緒にうちで3社でですね、その追加の洗車を楽にする、特にこういうバンのハイエースとかですね、バンの車のルーフとか背が高いじゃないですか、そういうところをまあさささっと、これも洗えるんですけど、その道具も使って洗えるっていう道具を開発しちゃった。ニッチなんですけど面白いっていうのを一応やってる会社です。そうなんですね。まあ、僕ね、あのバンライファーで、はい、あの車で、あのね、目的はね、僕サーフィンとかスキーとかスノーボード、まさに海や山です、ね、そうなんです、はい、に行くために、車を使って遊びに行くっていう手段として、まあ、あのバンライフっていうのをやらせてもらって、で僕たちサーファーって、もう目が覚めたら海でいたい、すぐもう朝早いのよサーファーって、5時とかから入るから、だから宿を泊まるっていうのは非現実的で、なんでもうビーチで泊まって目が覚めたらそのまま海に入れるって環境が欲しいっていうのが最初きっかけで、バンライフって始めてるんだけども、まあ、いかんせん海にいるし山走るから車ってめちゃくちゃ汚れるなんだけど、俺本当にあの汚い車を運転するの大嫌いで、旅の途中でもね必ず、まあ、あの門型洗車機なんだけども必ず1回は洗車するの、それぐらい汚い車が嫌なので、常にこう洗車とか、それから車をきれいにするってことを意識しながら旅をするっていう、ちょっと一つね課題が多いバンライフ。まあ、結局サーフィンとかスノーボードとか遊びに行く車を使う、やっぱ車好きになりますね、うんうんうん、で意識がありますから、で、ね、で、まあ、そういう中で言うとやっぱ洗車しなきゃなっていう、まあ、バンライファーはみんなそういう意識がもしかしたらないかな。そうですね、たださっきおっしゃった通り、当然バンライファーなんて車でかいんですよね、はい、でさらに、ルーフラックつけたりとかオーニングつけたりとか仮装してしまうと、その門型洗車機にすら入れることができないので、じゃあ旅の途中でなかなか洗えるかっていうと、そんなちょっとしんどい時に、まあ、こういうのがポンと乗ってて、あのガソリンスタンドの端っこ借りてね、ちょっと洗わせてってやれるんだとしたら、まあ、こういう道具はすごく役に立つ。私たちとしてはこの道具をもちろんその、ね、車の中にこれを入れて持ち歩けって言えないじゃないですか、なかなかね、なのでこれは業務用として、先ほどおっしゃったガソリンスタンドやカーデーラーや、もしかしたらコンビニの駐車場とか、そうとかこれがあってちょっと洗いたいってなれば使えるじゃないですか。いや本当に、いや正直言うとこんなでかいの車に積みたくないの、他にいっぱい乗ってるからさ。だけどガソリンスタンドにあのフリーで使っていいですよって置いてあったら、
ちょっと楽なんです。で、車でかいからさ、スポンジなんかでやってる場合じゃない。これ大きくていいですよ。すごい軽いでしょ。軽い、ね、軽いし高いとこも。そうなんですよ。そう全然いけちゃう。座りながらいけます。あの今そこそちょっと YouTube っていう前振りでしたんで、YouTube の話で言うと、ヒカリさんみたいな華奢なモデルさんでもこの洗車の道具を楽に使えるのかという実験で、地元のモデルさんと、まあ、契約してですね、ただポーズ撮って写真だけじゃなくて、ガチで洗車習ってもらって、その体験ドキュメントを YouTube で流しますいいですか。面白そうですねって言って、彼女とこの間も撮影してたんですけど、見る見る上手くなったんです。でもなんかもうできちゃう。そうなんです。ぜひ岡山でバンに乗って池さんの車で岡山であの洗車特訓するみたいな。本当ね、これ羊の毛でふわふわで、ここにしっかりシャンプーを使って洗えば、どうですかね、こう黒塗りの車とかやっぱり傷が気になるとかあるんですけど、はいはいはい、これを使えば傷もねつきにくい、まあ、そんな道具、はい、ですからちょっとこう回すと洗車ってつながらないじゃんっていうところが結構つながってきて、実はねスタンドだとかデーラーとか、いやいやコンビニだとか、いやなんかこう人が集まるイベントだとか、そういう場所でちょっと洗車できたりとかっていうふうなことを普及させる。